ディミトロフ、ビッグスリーと対戦して一番タフだったのはフェデラー。マイアミ決勝後のインタビュー、ディミトロフ、ビッグスリー、それぞれの全盛期と戦ってきたけど、一番タフだった相手はロジャーだ。フェデラーと対戦したの2013年以降なのに全盛期、豆腐何歳なんだよ。ディミトロフ、僕がその全盛期に対戦して一番タフだったのはロジャーだ。もう笑っちゃうくらい、ウィンブルドンでなんて、穴があったら入りたいって感じたこともある。誰に対してもそういう風に感じたことはなかった。このくらいにしておこうか。あれが僕が一番苦しめられた相手だろう。フェデとやったら勝っても負けてもサクッと終わりそうだから、体力的には一番楽なんやない。予想してないところに走らされるってことじゃないの。アルカラスはその点でフェデラーに近いテニスしてると思う。ディミトロフは自分もバラエティに富んだテニスを展開しようとしてるけど、フェデラーと戦うときは、それの頂上囲碁感でねじ伏せられてる感覚があったんじゃないかね。ライジングでボールが返ってくるタイミングが早く、球速も速いからだろうな。ナダルはしっかり種を作って打ち返すから、球速は速いが返ってくるタイミングは速くない。ブルガリア人ってのがまた良いよな。おしゃれでかっこいい。ビッグスリーの影が薄くなってきたことで、彼らに虐げられてた連中も元気になってきたな。基本的に似たプレイスタイル同士なら、上位互換相手には歯が立たないからな。錦織もジョコ相手にその感覚でしょ。錦織とジョコが似てると思ったことないんだが、上位互換とかじゃなくて単純にいる世界が違う。さすがはベイビー。